時は永禄元年、戦国最初の天下人にして、日本の副王に上った三好長慶、今やその権勢は室町将軍をも凌駕し、果ては朝廷と独自の改元を執り行い、永禄元年に入りしこの年、西中国でも新たな覇者が君臨した。平安鎌倉より栄華を誇った大内は、時に幕府に対し、時に公方を奉じ、その分部を日の本全土に知らしめるも、下国上吹き荒れる格のごとき乱世では、乗車必須の断りから逃れることかなわず、内憂毛利の急進、外観雨子の飛躍、対する大内は出雲討伐の大敗により、当主吉高は部を放置し分に傾倒、これにて分岐派の台頭を抑えられず、哀れにも分弱政治に至るのであった。憂いた主流武断派筆頭末高草は、長身であった頃の記憶を投げ捨て、大明寺の変にて当主吉高もろとも分岐派をことごとく地祭りに挙げたのである。ついで九州文後より大友春秀、後の大内吉永を擁して独裁を確立する。されどこれすらも下ろした高草改め春方は、公然と大内を継承し挙国一致体制を築き、自らが掲げる大毛利雨子への強硬姿勢を鮮明として、ここに武断的な外交方針へ転換を図り、すなわち新たな中国三国志の幕開けであった。そして元就の密かな策謀を察知した末春方率いる大内軍はこれを阻止すべく、秋桜尾城の奪還を掲げ出陣、同地の宮家にて互角の毛利軍と対峙し、元は家臣の国衆ごときに苦戦を強いられるも、最終的には戦線のほころびに乗じて勝利、中国三国志第一戦は大内が西芸州を掌中に収め、半年後にはさらなる投進を図る。しかし毛利の強ついた雨子軍が突如介入、元就は軍勢を二手に分ける策を講じるも、末春方はこれを逃さず最後尾を捕捉し、柳国で毛利元就に勝利せしめ、手負いながらも進軍を続け雨子領に入り、隣国黒川の地にて雨子春久と決戦に及び、激戦の末にこれすらも打ち破ったのであった。隠して毛利を平頓した大内軍は、ついに3万の大軍を擁し第二次出雲討伐の大号令を布告、対する雨子軍は岩見山吹で防衛線を構築し、同地で野戦にて大内軍を迎え撃つも敗戦、籠城戦も本丸まで押し込まれ城主は降伏、雨子全軍は石州山吹で壊滅したのであった。破竹の勢いである末春方が指揮し大内軍は、威風とともに抵抗も受けず堂々と雲州へ進軍、春久と手を結んだ元同盟国の山名軍を破り、軽々と雨子本拠合算戸田を落城せしめ、宿敵を美作高田一城に駆逐する、毛利も隣、雨子春久を次々に破った末春方、名実ともに大内復権どころか西中国の覇者へ登り、三陽三陰のことごとくを滑るという野望を抱き、推し進める東進にて地方統一を目指すも、これをよく思わぬ冒頭の三好一党、果たして末春方は天下人の軍勢を退け、見事悲願である全中国平定を成し遂げ、日本の副王に相対すことは、できるのであろうか。それでは今日も京都手信長の野望新生 PK にて、中国三国志大内プレイを始める。前回は毛利雨子に対し決戦を仕掛け、手負いの進軍なれども大勝利、毛利の本拠吉田郡山城を陥落させ、一門や家中の大半を帰参せしめて、ついに第二次出雲討伐を指導、ひとたびの出陣にて雨子を雲州から駆逐、春久は合算戸田から命からがら落ち延び、今や美作高田という古城に逃げ込んだわ。大内衰退の最たる事柄、これ出雲での大敗に他ならず、されどこたびは成し遂げたとなれば、残すは中国地方の統一にて、天下に名乗りを上げてくれることがなればわしにお家返すよね。ポンコツだからダメです。はっはっは、わしを侮ることなかれ。この能力を見るがよい。毛利と雨子急進をより気に加え、能力値が倍ほどに上がっておるぞ。それでも平均以下とはざこい。なんとこれでも平均以下とな。60程度ないと役立たぬ。より精進に励むように。己無念である。ご用命、先ほど検知が終わり、大内の兵力を算出いたしてございます。高金殿、大義である。して投進を図るに不備はないな。はは、我ら大内軍の兵力は先の出雲討伐後でも3万を維持し、最大動員兵数は4万を合しております。また岩見や出雲を前菜から復興せしめ、内政を取り行えば5万は優に超えるかと。そして毛利を平等に達したことにより、当主も隣殿を筆頭に優秀な一門、また皇帝で18勝に数えられる名将、武将数は4倍へと膨れ上がっており、もはや吉高様の全盛期をも凌駕しましょう。前回のコメントにもあったけど、それって実質毛利軍なのでは。お前張り倒すぞ。まあ始まりは1万にも満たぬところから、毛利も隣を下し、雨子春久を駆逐し、我ら春方率いる大内軍が4万を合すとは、なんとも胸が熱くなる思いである。黄昏るには未だ遠く及ばぬ。格も戦が極まりし戦国乱世、三陽三陰をことごとくすべてくれねばお家の権益確保もままならぬ。はは、仰せの通りにございます。今や小勢力が大勢力を飲み込み、将軍を補佐する家臣の慣例こそかは、そのまた家臣ごときの三好が台頭せしめ、日本の副王と評され天下人。かような乱世では一地方を平定いたし、天下人にも負けぬ兵力にて相対さねば。それでは早速投進を進めようぞ。吉永様、お待ちくだされ。投進を指導させる前に確認せねばならぬことがもろもろ。申すがよい。まず我らに高校のお礼はございませぬ。九州では薩摩島津が台頭したものの、未だ大友との兵数差は2万近くあり、大内と一連卓将たる大友の九州一強は揺るがず、外交方針は同盟継続が何より、また毛利と結んで秋に介入を続けた、四国の伊予公の渡り重なる中国出兵と、最終的な毛利敗戦で没落を免れず、西園寺の攻撃を前に本城を失い、伊予の覇権は移り変わりましてございます。毛利と結ぶなど公のは外交を見誤り、一門や重臣を秋に敗して討ち取られ、大内に抗った報いは存分に受けたか。隠して高校のお礼はなくとも、東
中国は群雄割拠状態にて、諸大名はそれぞれ同盟を結び、さながら藩を討ち同盟のごとく剣を。これはやはり光栄の神アップで、外交の積極が発動されておるな。はは、柔軟な外交になっており、時に争い、時に強敵へともに抗い。ふむ、それでよい。なんと、ゲームとしては楽しいが、難易度が上がっているにもかかわらず、それでよいとはこれいかに。電撃オンライン様曰く、創造はいわば兵力を流し込んで敵を飲み込む形であったのに対して、新生は主力を集結させて決戦に持ち込む戦略が圧倒的に望ましい、とのことである。これは何故かと申せば、新生は合戦の敵部隊数に乗じて、異風が吹き荒れ周辺部隊は消し飛び軍や城が一気に寝返る。4部隊なら小、8部隊なら中、12部隊なら強、そして一切の戦災を受けずに攻略できる。想像でも大合戦は搭載されていたが、城は寝返らず参戦した敵を一掃するのみ、デメリットもないがメリットも薄いときた。されど新生は格段に合戦に意味を持たし、敗戦のデメリットは大きいが、勝利した暁には一発逆転も夢ではない。うむ、それは毛利や尼子に対しての異風で学んだぞ。これすなわち敵の部隊数は多ければ多いほど良い。小勢力が互いに手を取り合い援軍を出し合えば、部隊数は多くなり異風も強くなる。力は決戦に持ち込めるということだ。なるほど、積極的外交も一概にゲームの難易度を上げぬと。時と場合であることには変わりないがな。今回は小勢力同士結んでくれた方が、異風を出せて我らにはメリットである。まさかとは思うが、山名と同盟を継続せずに打ち切った理由、尼子や東中国諸大名になびかせるが目的。はっはっは、異風の養分として利用してやる。鬼じゃあ、まずは河野同様に毛利と結び、大内に抗った備中三村を討伐いたす。三村は毛利に力を貸すだけに飽き足らず、我らが吉田郡山城に軍勢を割いた際、領所たる神鍋城を盗み取った不埒者。河野は四国ゆえにどうでもよいが、義州は山陽の中でも豊かな地であり、これを治める三村が藩を打ちとは捨ておけぬ。ふむ、対する三村は劣勢を悟って備前裏紙に援軍を要請いたしたとのよし。つらつら思い見るに前中を義州三国総力を決して大内に抗う心構え。それでも敵勢は7部隊にとどまるか、あと1部隊で異風中に届くのだが、足りぬのであらばこれも致し方なし。全軍この末春方に続け、三村裏紙両軍を尾道で一網打尽、義州を大内の小中に収めてくれるわ。我らは後方の軍勢を使いさせたゆえ、15部隊なれども兵数は互角。対する義州連合軍は7部隊の3万、備中三村近衛、備前裏紙宗影、両党主直々のお出ましとなれば、1部隊あたりの兵数は多く難儀。春方様、いかが打ち破るご処分にて。大した策をこしらえる必要もあるまい。いかに1部隊が多くとも必ずや少数も含まれ、これを打ち破って後方に浸透いたせばよい。備州連合軍は崖下を恐れておらず、逆に崖上に大軍を進ませておる。対する大内軍は毛利も隣が抵抗も受けず強国を進み、春方が最左翼を、高本が左右翼を突破。崖上周辺に繰り出した敵勢を手に、春方様と高本殿が切り開いた道筋、そして安全が確保された中央の強国から軍勢を進ませ、一気に後方に至れば戦況を握れますぞ。高金殿の検索通り進み敵領の木口に至れたが、崖上の戦いを制すことは叶わず撤退。左翼の木口を破壊されてしまったぞ。さりとてこちらは領の木口を同時に攻撃いたし、また大内軍の右翼後方は未だ抑えあり、哀れ備州連合軍も時を要すであろう。これにて尾道の勝敗は決した。我ら大内軍の勝利である。備州に轟く勝ち時を挙げるのだ。春方様、三村討伐五千将の握り、何と申したらよいものか。ついに縄にかかる地獄を受けず、尼子春久が天寿を全うしたか。春久がおらぬ尼子などたやすい。ここは一気に三正か高田城を強襲せしめ、尼子に引導を渡す時である。隠して中国三国志の一角を担った、尼子春久、落ち延びた三正か高田にて、前触れもなく突如急死、享年四十六、後を継いだ嫡男尼子義久は山名や浦上と結び、打って出て最後の野戦を仕掛けるも、ついに収穫せず多勢に無勢、大大内強硬派と知られた重臣上山久兼を除き、先に下っていた新宮国久を通じ、一門や家中揃って降伏したのであった。また末春方は尼子春久の娘にして、義久の妹にあたる雪姫を側室とし、尼子を純一門として遇する。そして続く備前浦上攻めでは、もはや備中という防波堤を失い、三村という一翼をもがれ、破竹の大内軍を押しとどめることかなわず、本拠天神山城まで迫られた浦上。しかしここで末春方と大内義長のもとに、驚愕の一報が届けられたのである。長吉様、やはり大内軍は備前にて、浦上軍を大破し備州統一も間近。これ以上見過ごすは我らに災いをもたらすのみ。それでは、いかがせよと申すのだ。それがしに策がございますれば、ふふ。よかろう、策とやらお聞かせよ。
大内が軽々と中国を滑るわ。前科に政権を打ち立てる三好の脅威、これ古くより細川と大内が争ったがごとく、力場なんとしても末春方を抑え込まねばなりませぬ。すなわち我らにとって最たる優先事項にて、全軍を挙げての出陣が不可欠。久しでは主流を決せと申すか。ふふ、決戦には至りますまい。我らが出陣いたすは大内軍が大陣する備前、道地は今まさに浦上との戦の最中にあり、末春方の軍勢は連戦による損耗にて、2万をやっと超える兵力とのよし、周辺諸城からは日が浅く動員できず、後方からの五詰め集結にも時を要し、三好全軍11万をもってすれば、道地の大内軍2万を一掃するはたやすく、春方が誇る破竹の勢いも折れましょう。そして我らが備前を占領することで、大内の頭身に蓋をするも同じ。それではかすめ取ったとそしりを受けよう。またこたび春方を一掃できたとて、あやつは断じて効かぬ気性の持ち主と聞く。ひとたびの敗戦を覆そうと備前をめぐり、三好大内の全面戦争に至ればいかがする。もはや我らは機内にて天下をすべねばならず、豪古に憂いを持つは上策と言えぬ。ふふ、力場全軍を動員せしめ、備前にて大内軍を打つ構えを見せることで、大軍の部位を持って交渉の席に着かせ、必然的に三好へ組みさせるはいかがにございましょうか。なんと、大内が三好に組みするだと。はは、大軍を備前に至らせぬ条件、大内と大友の同盟破棄を強要し、春方の豪古に九州文豪の憂いを作り、中国を滑る頭身を根底から覆してしまい、西に目を向けさせること叶えば、おのずと大内は三好と友好関係を作らざねばなりませぬ。はっはっは、久しでは恐ろしき男よ。さりとてあの春方が三好の大軍を恐れ、長年の盟友である大友と手を切るか。末春方は猪突猛進に見えて、その実は合理的な判断を下す武将。我ら三好との争いが泥沼と読めば、大友と手切れとして西に軍勢を集め、一時的にでも頭身を取りやめるかと。されど乗ってこぬ際はいかがする。かような見切りは致し方ありますまい。大軍を持って春方率いる大内軍を一掃し、備前を平らげてしまう他にありませぬ。たとえこれが上策と呼べずとも、来たるお家の災いを防がねば。よかろう、あいわかった。わし自ら11万の軍勢を率いて、四国さぬきより瀬戸内海を渡り備前に向かう。はは、しかと受けたまわりました。全軍、出陣である。春方が率いし破竹たる大内軍、これに危機感を抱いた三好はついに挙兵、先方に7万の軍勢を動員せしめ、ついで五詰めに4万、総勢11万の大軍、向かうは大内軍2万が大陣する備前、そしてこの一報を受けた末春方たちは。は、春方よ、いかがいたすのだ。2万では11万を相手にしのぎきれぬ。無念であるが、ここは攻め取った備前、三好に明け渡すほかないであろう。高金殿も同意見か。はは、三好との停戦を結ぶにせよ、必ずや大友との同盟破棄を強要され、頭身の中断を余儀なくされるかと。力場一時的に備前を明け渡すもやむを得ず、こたびは引いて体勢を立て直し、来る三好との決戦に備えるが上策。うむ、大友の兄上と違えれば、それこそ我らは西で戦を起こす事態に陥り、すなわち東とは友好関係を持たねば、これでは全て三好長慶の思うつぼというもの。備前で抗えば全軍の壊滅は免れず、さりとて三好と停戦も結べぬのなら、もはや今は一刻も早う退くほか、我らは道が残されて、おらぬぞ。春方様、ここに至れば何とぞご決断を。ふむ、わしは引くが最良であると、まして備前で三好軍と争うも、はたまた大友と手切れが上策とも思わぬ。なんと、それではいかがいたすのだ。はっはっは、決まっておろう。我らはこれより一気に天神山城を落とし、反転いたして瀬戸内海の大海原へ飛び込み、三好軍を破りながら四国に打ち入って、同地で長慶と対等な和睦を結ぶまで、ついに、気が触れてしまったか。高金殿の手勢はいかほどである。200ほどにございます。わしも春方も1500にも満たぬのだ。他の諸将含めても備前の大内軍は、2万が動かせる限界であろう。これで三好軍を破りながら四国に渡るなど、正気の沙汰とは思えぬわ。確かに2万で11万に対すと聞けば、臆する者も出てこようぞ。さりとて敵勢は機内から四国に渡り、この地に至るには未だ遠く、つらつら重んにても先方5万程度を破れば、四国さぬきの一部は切り取れるであろう。これをもって大内軍の部位を長慶に示し、三好軍は中国からの撤兵と東進不介入、また大内軍は四国からの撤兵と東進継続、以上で早期は僕を図る。ふむ、それであらば領土は得られずとも、我らの闘神を阻む三好の無力か、この戦略目標は達成できるかと。かような策が妥当とは思えぬが、この吉永とて決まった軍令には背かぬ。よかろう、大内の部位を示そうぞ。うむ、これが最後の難関であろう。全軍この末春方に続け、まずは裏上の天神山を落とすのだ。やはり末春方とは一歩も引かぬ大内武士、長慶率いる三好軍11万の精神を聞くと、撤退、迎撃、和睦、いずれも選択せずになんと攻勢を決断、一気に裏上本拠天神山を落城せしめ、すでに備前岡山に上陸した敵勢を素通り、春方は2万の残存兵力を率いて、瀬戸内海の大海原に繰り出したのだ。そして小豆島において三好軍と対峙、ついに西国の覇者と日本の副王による、中国備前岡山と四国さぬき総合をめぐった、永禄瀬戸内海戦役が勃発した。
三好軍を率いるは長吉の弟である。実中にてその兵数は13,000、またもう一人の弟である辺り文康も参戦。ふむ、三好四兄弟の次男と三男か。はは、行将を軸に6部隊総勢28,000、対する大内軍は手負いの軍勢数多く、10部隊を合すもその実は2万弱にて、厳しい戦いを強いられるは明白。春方様、いかがいたすご所存にございますか。我らは四国での連戦を控えておるゆえ、実中のような兵数を相手にできぬ。ここはあえて左翼では攻勢を仕掛けず、三好軍に橋を渡らせ引きつける。そして橋を都市にて打ち壊してしまえば、もはや容易には後方へ戻れぬはず。今が後期、吉永は右翼の軒口へ、わしは左翼の軒口に向かう。うむ、相分かったぞ。三好実中は橋を壊され左翼で孤立、また辺り文康は右翼でも隣殿に劣勢。中央でもわしを止める者はおらぬ。全軍、三好軍の軒口へ、総攻撃を仕掛けた色を立つのだ。橋落としを使ったなんとも見事な策。三好軍は我らの総攻撃を止められず、これにて勝敗は決したも同然。最後はこの大内吉永でしまいぜ。大義である、我ら大内軍の勝利にて、長吉まで轟く勝ち時をあげよ。小豆島の戦いにて長吉の弟実久、また文康の辺り水軍で構成された三好軍3万を打ち破った大内軍。これにて瀬戸内海の政界権を奪取し、威風とともに四国讃岐へ上陸を果たす。そして同地で待ち構えるは名将内藤総将が率いる3万4千の三好軍。高金殿は四国での本戦を前にして、損耗激しく敗走を余儀なくされたか。さりとていまだ春方とこの吉永は健在、必ずや勝利いたして三好に部位を示さねば。そしてこたびの総大将内藤総将とやらは、あまり聞き覚えないが、三好重臣とな。総将は元の名を松永長頼と申し、三好による丹波侵攻を一手に任され、今や同地の内藤を継承せしめた武将。松永と申せば長吉の懐刀たる久秀、かの者とは血族の間柄であるか。うむ、松永久秀の弟とっく、戦場での武功は兄を超えると評され、久秀とは別にお家を許された重臣。であらば長吉の弟を瀬戸内海で破ったように、四国では久秀の弟を敗走で締めてくれる。兵力は半数以下と心もとないが、部隊数での有利をもって後方に浸透いたし、一気に軒口まで至るのだ。なんとか左翼の軒口付近まで迫ったが、ここで敗走とは面目次第もござらん。かようなところで胸中無念である。先の戦いでは武功第一にして、こたびもよくぞ戦い抜いたと言えよう。大内吉永、誠にあっぱれである。その活躍をもって勝利は決した。再び長吉に轟く勝ち時をあげるのだ。心得て、構わぬ。なんと、かような和睦を受け入れると。うむ、すでに決めたことにて口出し不要。な、長吉様、お待ちくだされ。
それがしに長吉様御自らの主力は未だ無傷、対する大内軍はもはや戦えませぬぞ。ここで叩き潰せば讃岐諸軍の奪還は容易。何卒は僕のご再興を恋願い立て祭り。備前もかように申し敗戦いたしたのだ。春方率いる手負いの大内軍は瀬戸内海で彦次郎と陣太郎、そして讃岐でそなたの弟を打ち破った。つらつら合わせ5万以上が敗走いたし、これを大敗と言わずしてなんとロース。春方は和睦がなれば攻め取った讃岐諸軍すべて返上いたし撤兵を約すると申しておる。今ここでの和睦は大内投身認めることにつながるは必要にて、数年後には三好に災いをもたらしますぞ。さりとて機内が揺れ動く最中に、西に末春方という強敵は作れぬ。倍の兵数を打ち破って進むは、東大にて遠洋一の弓取りである。覇者の大内と副王の三好による和睦にて、永禄瀬戸内海戦役は終戦を迎えた。両軍はいたずらに兵力を損耗したばかりか、領土は一軍たりとも増えぬ不要な戦。さりとてこの和睦は約3年にわたる不可侵が盛り込まれ、実質的な三好の投身不介入を勝ち取った大内軍の戦略的勝利であった。そして末春方は中国統一を推し進め、西播磨にて赤松別所連合軍を大破。赤松はお家の内紛もあって衰退しており、停戦と引き換えに従属を受け入れ降伏を決断。しけ敵立場にあった赤松降伏にて、続けて所有である東播磨の別所も従属。中国にて残るは大内、赤松に並ぶお家、元は大内と同じく西軍総大将を張った山名のみとなるも、四式の名門は春方などに断じて下れぬと、最後まで徹底抗戦の構えを見せる。しかしこの頃、すでに大内の影響力は中国を超えて、反三好の小勢力にまで及んでおり、両端州の赤井や畑野、または笠武田が庇護を求め従属。地理的に山名は東西を囲まれ、大内赤井連合軍の総攻撃を前に滅亡したのであった。隠して秋桜を上出陣からおよそ9年、ついに末春方は三陽三陰のことごとくをすべて、中国地方の統一を成し遂げたのである。今や末春方を遠洋一の弓取りと、また大内中興を否定する者はいない。日の本有数の豊かなる遠洋州の国力をもって、末春方は次にどこへ向かうのであろうか。